誰も死にませんでした二番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、マ、まあ、ットポバッターかうーん、まあ信仰論ね <laughs> まあ信仰論は特にないですねまあ狼の根付き方というか、まあやってほしいことまあとりあえず、まあ、発言を伸ばしてほしいですね 一周しか発言消えないんで、どこが黒い白いっていうのは、多分一周目って様子がそこまで落ちないよね。まあ、印象論レベルやと思うから、二周目にあの大体色が落ちてくるよね。だからね、まあ、投票で表しますってぐらいしか言えないですかね。まあ、発言では嘘つけるけど、投票は結構嘘つけない。ライン切りとかでも一番目以下で結構普通に、あの、オオカミが釣ろうという行動ってなかなかできないよね。 ぐらいですねだから投票とか結構大事かなず。使えるものは全て使いたいですね。投票であったり、発言精査。オオカやったらこれするんかな。これしないんじゃねとかね。もう何でもいろいろな要素を使いたいと思っています。 3番のプレイヤーは発言してください村人陣営でした。まあ、2番さんに関しては、おおむね私もそう思うなと思ってるんで、はい、印象はいいですね、2番さんは、しっかり初手からも発言していただいて。で、まあ、ちょっと2番さんに補足的な感じになるんですけど、まあ、投票はかなり大事ですね。で、そこにしっかり理由付けをしていってほしいかな、もう1日目から。 で、えー、投資で最終盤面まで見れば、まあ、大体分かるっていうのが僕の持論なんで、はいまあ、投票理由、まあ、役職者がここ黒いって言ったから合わせて入れましたみたいな投票は、もう理由になってないんで、ランテージには従うべきですけど、それはやめてほしいですね。はいまあ、村人陣営でね、結局ここが頑張らないと勝てないよねっていうね、ところをね、今回やるんで。 まあそれが霊能なのか狩りなのか占いなのかスムラなのか分かりませんが頑張りましょう4番のプレイヤーは発言してくださいはいお願いします村人陣営ですまあ2番さんから始まり2番さんの進行はすごくいいものだと思ってますはい3番さんは2番さんがうん印象がいいプラスアルファ2番さんの発言に付け加えてさらに、うん 生きにくくしてる。人狼に生きにくく、生きにくくしてる発言だなと思ってます。投票は基本的に意味のある投票、理由のある投票をしてくれっていう3番さんの発言に対して私はすごく、うん、共感を得ました。もちろんこれは4番からの3番に対してのさ、 うんプレッシャーにもなってます三番さん二週目以降お願い五番のプレイヤーは発言してくださいはいはい困りますよね二三四がええー、まあ一般的に分からず五番しか見れば何あのー ではなく村寄りに見えるんでしょでもまあ一応234の人たちにとっとくけどねあの人害いるかもしれないですようんそのまっとに言ってる人外もいるっていう一応難しいけどそういうのを一応追ってみて疑問を1つでも1%でも追ってみてはいかがですかっていうのは言ってきますよはい1%でもねはい本当に発言が黒いっていう人だけが人外とは限らないんで はい、だからまあ、なら、まあ、一般的には聞こえが良いような発言してます。だからまあ、もうシンプルにやればいいと思いますよ。理由は人に伝えるものだけど、もう自分が理由言えなかったら、もう黒いと思うところに投票すればいいんですよ。はい、以上です。六番のプレイヤーは発言してください。二三四五に二ロいるんじゃない。だってさ。逆の動きも何も言わない。ただ単に。 1周目から変なこと言ったら釣るとか2番言ってんでしょで ?3 番に関してはそのラインがどうたかこうたかで4番5番でしょいや、おかしいから。占い師はどうするのか、役はどうするのか。占い,占いは出てください。例のも仮も,も出てください。<う>そこからグレーを釣っていけばいいんじゃねいかと俺は思ってたんだけど、下手したら2、3、4、5 2、<laughs> 2、うん、いろいろ。 だってさ、1周目からおかしいところでうう出ろなけ別に次ーチに上げてもいいと思うんだけど、2>, いいね、2番はサイクロ。今日は2番釣ります。7番のプレイヤーは発言してください。占い師5番白、把握よろしく5番白。レノは2周目で出てほしい。俺は2周目に出た方が強いと思ってる派閥の人間です。 カレードに関しては出る場面だったら出としいんで、チャットだけは準備しておいてください。4番さんと6番さんが、んって思ったのが、4番さんなんか3番さんの印象が過度、印象上げがちょっと過度だなと思ったプラス、なんか3番さんにプレッシャーをかけられたら、かけられてるみたいな発言があったけど、なんか3番がムラって知ってるんかなと思ったから、なんか4番の3番の印象上げは過度だなって思った。6番さんに関しては、 2、3、4、5、ここに二郎をいそう。その理由が役について指示をしてないからっていうけど、それは俺は人外要素じゃないと思ってるから、6番もおかしいこと言ってんなって思った。以上。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。占い師2番の花のような花。んに白が出てます。把握お願いします。対、ま、抗、あの7番は人外なんですけれども、 巨人か狼かは、現時点では精査つけてないですし、うん、えっと、3番か6番の中で、えっ、ー、と、ラインは正直終えてないです。うん、ただ、6番への視点は、7番同意で僕は思った視点ではありました。そもそも <laughs>、えっと、役についての動きがないから、イコールにはならない。 とは思うんで僕自身は六番さんに結構矢印が向いてる今ちょっとですね。まあ正直あんまり色落ちがないなと思ってて2周目ですね。ごめんなさい。9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。お願いします。8せかなと思ってます。7シーんで5白でいいかなと思ってます。5が単体で白いなと思ってますね。 まず2番、3番、4番が話聞いとけよと、2番、3番、4番にオカミがいるかも可能性があるよって、もうヘイトの向け方がまずオカミっぽくないのが5番で、<laughs> えっとねまあ、8番は白は理解しましたが、あまり俺はあなたの色結果なんかもう気にしないんで、7番の色結果だけ見ていきたいなと思ってます。で、まず8番に関しては6番が怪しくなるべきで、6番が2番一本ずりでいいんじゃないかっていう時に、少なからず6番に精査をするべきですね。 披露打ちがなしで終わららんから例えば7番の白崎の発言とかもね俺は単体で5番が白いと思ってるから5番が言いたかったことってね略してるだけであって3番が2番の評価4番がそれまた3番に評価っておかしいからこそ言ってると思ってるから5番が1番のプレイヤーは発言してください,ださいまあ村の議論をフラットに戻すけど5番さんは4番の話半分聞けてないよね 4番って3番に圧かけてたからね、思いっきり。で、まあ、ちょっと僕、珍しいけど、出とこうかな。棋士なんだよね。基本潜伏するんだけど、とりあえず、うん、と6番だけうんと精査に含めないでもっていい、ね、?6 釣るときは僕が釣るから、しっかり指定して。6を精査に含めた人は、一本指定するから、その人。確実に人外だと思って。村だったら絶対6の精査含めないで、それ以外で殴り合ってほしい。 はい、6をするときは僕がしっかり指定するから。えー、で、えっとね、まあ、そうだね。まあ、僕当たっちゃうから多分、士対抗出るなら出た方がいい,い、ね、結構当たっちゃうその一本,、えー、本当に。2周聞けば分かるから。2>, 2番のプレイヤーは発言してください、ねはいうん。例の、例内使う、例の。これ、例のじゃない、スムラスね。 うーん、どうやろうね。その一番が6に振るね。6番って言ってるけどよくわからないですよね。とりあえず、2、3、4、5、2、ロイル。2番釣ります。2番のローってどっから拾ってきたのと思うから、6番が普通に太いから釣りたいですね。村でも釣りたいと思ってます。一番さん、じゃあ俺釣りっすかね。正直、精査できないですよね。6番でかしら。俺は1日目って精査できない人物を釣りたい思考なんよね。 オオカミって普通にまあ発言では拾えない部分はあるかもしれない、ただやっぱり眠らない結果が出て、どういうふうに釣り場行ったかっていうのを、1日目の発言をこう、キ、あのーテンに2日目迎えたときって、ある程度ね、絞れるんよ、ね、だからそういういいは俺は残してもいいと思う だから、一のは無駄にできるんよね。だから、6番がもらえたとしても、精産を間違う可能性があるからとする。もう、これが普通の進行ですね。まあ、9番に関しては、8が偽で七八7、8の真偽って正直そこまでわからないですね。まあ、9番が、8番に対して、6番が2番をそあの黒い言と言ったから、6番愛しもしないとおかしい言うと言ったから、まあ、8番は6番に対して言ってたけどね、6に矢印は向いているという発言も残してますね。だ9番も気になってますね、現状。ぐらいですかね。 俺は基本6話通じたい。で、気になってるのは9番。まあ5番に関しては、あのー、なんか、2、3、4に対して困りますね。まっとうに言ってる人間もいる。だから5番目線って2番、3番、4番がまっとうに見えてる構造やから、何やろ、誰、9番が指摘してたのかな忘れたけど、5番も別に、 白くはないですね。だから9番が。だから7が深夜から5が白って構座は分かるけど、別に発言単体自体は白いとは思わないですけど、だ気になってるのはやっぱ9番ですよね。釣りたいのは6番やけど、気になってるのは9番。3番のプレイヤーは発言してください。さい爆笑しちゃったんですけど、1番が6振れるなっつって。触れたらもう一本釣りするかんなっつって。 その後2番にね順番もあって2番がしょ最初に発言したので6番なんですよ <laughs>。私ちょっともう2番さん白起きしていいっすか1番さん。あの人外でこれやんのはもう多分自殺志願者ですよね。いや私は正直6に言いたいこといっぱいあったけど。 つられたくないからね触れないでおこうと思ったんだけど2番がねためらいもなく6番にねペタ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 触るんでちょっと爆笑しちゃいましたえー、まあいいや6はほっときますで9番が私めちゃくちゃ気になってて9番って別に5が白く見えた私全くそこ共感できなくてまあそこは別にいいんですけど5番が白いイコール7のシーンっていうのが全くそれ道理としておかしいじゃないですか。 あのー、なあの5が白いから7が真ってイコールじゃないんでそこで何か8の真はあそこまで来て7真っていうのは正直ちょっと精査としておかしいから9番はそこめちゃくちゃ気になっててで,で5番に対する9番のあれなんて言うんだろう指摘っていうか、まあ、その白鳥り、あのー、432の触れ方みたいな、まあ、なんて言うんだろうね5番目線 で人狼的に、まあ、解釈いろいろあるんだけど、あのー、432っていろいろ白っぽいとか印象いいみたいなことをみんなそれぞれ言っててそこで弾かれちゃうと5が人狼だった時にね結構狭まって都合悪いんじゃねえかなとも取れるから、まあ、正直現状どっちとも取れるからね5番は正直分かんないんだけど一番単体でおかしいのは9番、うんまあ、6番には言いたいことあるけど1番の手前ちょっと黙っとくね2は白弾き4番 のプレイヤーは発言してくださいえーっと、1番と4番の対抗いますか私の発言までがリミットですよ。はい、ということで、今日のグレー、うん、私が色見たいところでいいですか ?1 番さん。もしくは1番さん、私のランテージ以降で言うんだったら、そこの2番。 二ンで、ランでいきましょう。私が一番色が見たいのは9番です。はい。さんまさんもちょっとね、2周目、あれな、あれだったんだよね。1番が6番、触れ、まあ、触れてもいいんだよ。ツリー置だったらって、うんツリ、ツリー要素があるんだったら、要素やってもいいんだよ、別に。うん、別に1番にビビって、 で、うん、6番を釣り寄せなないいって全然ないから俺はそう思ってるから。もしも3番が6番のね、黒要素を拾ってんだったら、あなたが言ってるのって、その子、もっさにその1周目の進行じゃない ?3 番さん、ね。1番なんか関係ねえ、6番の黒要素拾ってから俺は6番に行くんだって。6番ランティージしてくれよっていう投げかけがあってもいいんじゃないかなって思ってますよ、3番さん。 でも9番3って私が一番嫌いな人の発言を聞いてない進行を取ってるんで9番3時点8番をさあね二世紀してんだけども8番って2白持ってる状況で6に全然触れてますよ8番3って発言弱いかもしんないけど7番と同意で6番釣りたいって怪しい5番のプレイヤーは発言してくださいはい1もミックスで93でいいんじゃないですか 6釣りたくない1番と9釣りたい4番で93の村で、それなりに9番でもいいじゃないですか釣り寄ってるかもしれないし。うん。ね5番があれだって言って釣り寄ってるかもしれないし。3番もなんで村で1番に気を使う必要があるんだろうっていう。2番もちょっと不思議だけどね。わかんないよ。あの、強人とかっていうので、もう1番なんかどうでもいいわって、自分片釣だし釣られないと思って1番に喧嘩売ってるかもしれないんだから。 九三でいいんじゃないですか。うん。で、まぁ、七八あろうだったら、九三に相方いたら、どういうふうな発言するかっていうのを LINE でき考えたりすればいいんじゃないですか。新居だったら二浪構成だけど、はい。あんもなぁ。例のじゃない、スムラです。いや、例のじゃなかったら、設定上スムラじゃねえのかと思うんだけどね。はい。6番のプレイヤーは、発言してくださいだよ 7, だよ。だってさぁ、 2番じゃあ6ついたいのでなんで9なので3番もさ5の表回収してあなたの目線じゃあ5666とかないの ?566678 新教とかさそういう目線なしで1番にこうコ打ってじゃあ9、9いきますってニットとん9いきますっていやいやなんで9なの ?23 目線56黒くないのなんで、なんで5はじゃあ白いの ?5666 とかないの ?23 おかしいって5番さんおかしいから9じゃねえよ9は23だよ39いくなら23だよ だってさ、いについて一切精査してない。裏がない新教と見てる。新教の23ねじゃないとさ、おかしいから9とかしてる。裏い詞どうすんのよ。23に言うけど、56どう見てるの ?5 番が何でしょ俺は今日言われたし、1週目からおかしいから。23でいいんじゃないならないけども、23でのプレイヤーは発言してください。なんか触れるなって言われたけど、触れていいですか、1番さん。 あまり6番さんの理由が全くないんで、これ1周目からも同様なんだけど、なんで7番、8番が心境になってで、なおかつ占い審議してないじゃん、あんたたちって言ってたけど、じゃあ7番と8番どっちが真に見えてるのか、6番さんが言ってないし、なんでそういう視点になったのかなってないから、6番さんはあまり理由がないから、精査がしづらいなって思ってる。ただ、不当だったなぁと思うのが3番で、これ9番さんに対して、 5番が白いから7番が真になる理由が分からないって言ったけど、少なくとも9番って1周目、8番に、あなたの白先の2番っていう人物に6番はほぼ一本して黒いって言ってるのに、そこを突っ込まない8番の方が偽って言ってる9番の論だから、5番が白いから7番真になったわけじゃなく、8番の発言から取ってるから、3番が不当に9番殺したそうだなっていう感覚は受けた。 自視結構9番真っ白白すけないよな。まあただ、もし俺が、俺髪が入るようなことがあったら全然9番の2戦目、狼目ってのはある可能性はあるけど。自視はね、あまり9番が狼っぽくないよ。8番のしっかり要素拾って、あそこで5番のこと白置きし、で、仮に9番狼だった場合、どっかしら他っつったら白が落ちるわけじゃん。9番が7番とした戦う構図の一周目のあの発言じゃないと思ったから、9番白だと思うんよ。まあ。 6番の3は精査しづらい。3番が9番に対して不当かなと思ったからちょっと3番が気になってます難しいねああ迷って2人出して誰だから俺。 8番のプレイヤーは発言してください9番に対して、精査観点ってどころで置いてそう思ったのかを聞きたくて、で6番は8番の芯を切るところですか、2番に行きたいっていうのは。僕は2番白が出ておりまして、これこ僕の聞き間違いだったらあれなんですけど、9番って5番のことを俺、殴ってたと僕は思ってたから、 あれは、7、8の精査で7、進って置いてんのに、なんで5番殴ってんのかな、7のっ先5番だよって思いながら9番の話聞いてまして、まあ、3番が9番が5番を評価してたって言ってたから、僕の聞き間違いだったんかなと思って、あれ、僕目線4人がいるみたいな <laughs>。<laughs> で今構図なんですけど、木、ま、場、あ、さん、ちょっと。 もし僕の聞き間違いだったら教えてください。あなたは5番さんに対してどう評価してたんですかね。はい。それによって僕の占い値変わってきますね。はい。で、えー、っと、まあ、木場さん、旗足聞いてからですけど、まあ、えっと、369のどっかから僕は行きたいなと思ってます。はい。うん。 僕、5番さんクロス飛ばさなくていいですかね一番、あの、視点が一緒であるんですよね。3番9番に僕は6番さんの話を聞く前までは、3番69番,番に結構、研究ていうか、違和感を持ってたから、うん、369、どっかに、 侵害がいて7番の相方なのか7番狂人なのか二陣ロイルかなと俺は思ってます、ね、はい教えて9番9番のプレイヤーは発言してください,ださい,いや教えても何も俺8の神切ってるから、うん、そもそも7番の神しか追ってませんだけです理由はだから6番が2番に自分の白先でしょそこに突っ込んでる人物が狼で撮るんであれば別に3,4,9の精査してよかったよあの盤面ではね で3番が2番に対して2番の進行論だけで印象が良かった。で、4番が3番がプラスアルファで、まあ、役に関しての話をしてるから、さらに印象が良かったって言ってる時に、6番がそもそも2、3、4、5、ここに二次路通ってるだろうって、まず言わ,言わなくないだから、たぶん1番が拾ってるのって、6番が狼行動じゃないってことを拾いたいと思ってるから、6番釣らなくてよくて、7番は真でしか申し出しないから、2番ワンチャンあるかもしれないから、7番は2番は良かったらいいと思ってるわ。で、 8番、5番に関してクロス飛ばさなくていいって、5番が思考合ってるからって言ってるけど、もそもそもそれが占い師じゃないから。あ,あなたで黒を見つけなさい、自分で。ー3番、9番なんでいいよ。3番と戦うから、俺は。3番に関しては、そもそも9番がおかしいなっていう時、俺がまあ、狼塾で置いた時、どこよくて、8番、9番か7番、9番どっ落ちを追っるわけや。俺らのセンサーつけろって。え6番いでいてそれもできてなくて、偉そうに言ってくるんいね。5番に関しても、<laughs> まあ、5番はね、俺は7が真やと思ってるけど5番は白やと思ってるけど、 あなたが狂人の可能性もあるよ。でも狂人やったら仕事するかなと思ってるぐらい。産休のランでいいんじゃないですかっていうのはいいけど、その要素を上げてほしいのかなと思ってる。休暇に関してはすり寄ってるかもしれないって言ってるけど、俺は占いシンクつけてる中で7の方がシンい,いからあなたがしろやと思ってるだけやから。 するよりもなんでももなくて、単4番が3番に評価してることをまあ2週目、ね、に,に関して4番3番も若干なって触れたところが唯一救いやったなと思ってます、ね、3番九番なんでいいから3番三番なんでいいっす、ね、7, を新です。番8番俺はしかつ方は俺の中でいいよ。1>, 1番のプレイヤーは,は発,言発言してください。うーん。 そうですねまあ、3番さんの一つ良かったのは、これが結構村要素かなって思うんですけど、2番さんの白浮きで、9番さんにヘイトを向け、6番さんには武器があるのに、6番に武器を振らなかったと。3番さんの。一番人外っぽくない、人外っぽい行動をしてないのが3番さんで、人狼ムーブは取ってないのが1番3番さん。 で、まあ、9番さんが良かったのは、えー、まあこれはすいろいろあるんですけど8番さんが9番さんにしっかり指摘できてるところですね5番の白の理由の矛盾点を8番さん9番さんにし指摘してるのと7番さんが9番さんをうんと まあ、7級ロールはあるかもしれないけど、僕の感覚で言うと7級ロールは8番さんないからね。僕はそう思うから、だから9番さんは占い師進路だった場合は基本的につながらない位置、9番さんは発言的に。っていうのが8番の発言から分かったから、9番さんは、まあ、二郎潜伏じゃない限り占くてもいい位置ってなると、基本的に6番さんがアバウティーに動いてる狼か、もしくは変な発言してる2番さんなんですよね。 甘っとうな5番さん僕の感覚的には。だから256なんですよ。3番さん、9番さん戦ってますけど、ちょっと僕の感覚に黒いがあるとしたら3番さんが饒舌すぎて、狼っていう場合はありますけど、基本的にあれは村人の視点の詰め方だったんだよな。だから、言いたいのは256ランですね。26ランですね、26ラン、ね。投票を始めてください。 いや、マジで何考えてんだよ、こいつよ。2番辛いじゃん、もう。マジでこいつ驚きだよな。何してんだよ、こいつよ。3と9にしとけよ。初めの新世界もあるけど、じゃね一番が悪いからた一番どうせ生産ミスすんだろうね。6番。 のプレのヤーは発言ったら一番な、まあ、目を閉じだくださいやっぱり一番は奇跡だった。ああ、いいんじゃない起こることはない。一番のまあ生産能力はこんなもんだなというか。後ろ見て震えたらいいんじゃない独黒だったら奇跡だけど。いや、一番ってこんな人だよ。こんな人。こんななんが変わってる感じの人。 6番も変わってる感じの人だったけど、1番も変わってる感じの人だよ。うん。ああ、こう、こんな感じの人だよ。うん。1番が最適格で狼見つけた方が俺は驚くかな。僕は白なんだろうね。嵐ではないっすまあこんな人ですよ。むしろ、むしろこんな感じなのデフォース。本当に6黒だったら俺逆に驚く、驚く感じだ6白だったらまあいつも通りだなっていう。 嵐じゃないんですけど変わってる人っすよただ6音落としでいいんじゃない朝が来ましたうんどうせ違うと思うけど俺1う番か3番すっとけばいいのに僕黒だったらねやばいねっていう一番が一番が二番と一てから8番黒だかか、ね、のプレイヤーは発言してください,ださいやっぱり一番と一<ー>番やっぱりセダンミスしてればその通りだわ <laughs> はい 5番、白です。はい。そしたら、まあ7番が確定陣内なので、まあ、7番を釣ってもらいたいんですけど、まあ、黒釣れてるので、もう1グレー行ってもいいかな。やっぱり1番は6番をムラだと思っちゃって、うん、がエーサ外してる。まあ5番だった理由に関しては、1>, 1番目線、俺、新規られとるうう。<笑><笑><笑> <laughs> なんで、5番が2に行ってたので、シンプルにクロス飛ばした方が、まあ、5番が陣外だったらそれはそれでいいしと思って、5番占いましたが、白だったんで、まあ、7番陣の7番、うん、おそらく霊能神っていうことは、うん、やはり裏はっていたな、心境だった場合。 9、2、3の彼人の村は1番と俺は見をけるとは思うんだ。2番じゃねえおそらか ?3 番の真実だよ。3番に9番が見つけたらいいのかもしれない。真実はいいんだよ。真実はいいんだよ。何だ簡単だですが、9番が言った回答になってなくて、 僕は5番に対して疑った要素を知りたいです。だって8番、7番、審議だった時、7番が確定審だったわけでしょう。何に対して5番に殴りをいてた精査ってどういう意図で5番に対して精査してたんですかってオリキバさんに聞いたんですよ。答えになってないです。9番のプレイヤーは発言してください。さいうん、投票的にはどうやろうね、6番が狼に落ちるときって6番の発言の中で 7番、8番、信教だって話でしょで、6視点の中では2がおかしいと。だからそこなんよね。8番目線で、だから6突っ込まないことがおかしいよって言ってるの、俺は。まあ、突っ込んでるんやけど、結局色落ちなしを落としてるから変だよって言ってるわけ。6おかでしょでもどうやろうね。8には負荷かけすぎかなと思ってる部分があって、 3番は、まあ、こう1番が言ってたけど、もし俺が視点更新するんであれば、3番が、2番がね、6番から釣りたいなって言ってるときに、そこに、そこに真っ向から向かう、もう村岡でいいんじゃないですか。ここぐらいじゃないもう、狼要素あるんやったら。36278新居やったらわからん。けど、まあ、2番5番隠しろなって、合ってんじゃん。だから投票間違ってんだって、村人が。おかしいとこから釣れよ、じゃあ。 7番、8番、釣り切ったらいいんじゃない ?7 から釣ろうかなと思ってるけど、まあ投票できてるからね、8番に関しては。8が強靭で、7が真、5が白、時に、まあ7支点でも入角白になっていて、グレー詰めるんやったら3から詰めたいけど、9級3級決戦になるんかなと思うんやけどね。<laughs> うんまあ、8番グレーから釣ってもいいよっていうときには、8番が間違った強靭で、 あるかもね。3、6、狼の八強とか。でも、まあ、でも3番も6いってるからね。普通に考えたら投票で見たら7番、6番は見えるけど、その時に、まあ、グレーに 9, 9番、3番あたりに狂人がいるんじゃないかっていう8番で言ってることもわからんでもないかなってぐらい。3番が2番を安直になんか印象良かったっていうのも俺は、俺はずっとおかしいと思ってるからね。1番のプレイヤーは発言してください。 まあ、間一髪でしたね。まあまあ。まあ3番さん、9番さんは喧嘩仲直りしたってことでいいですかで、まあ投票とかはみんな矛盾ないので、まあ僕は6番さんがあんまり、そのね、ライン切りとかできる球じゃないかなって思うので、人狼で。なので、まあ6番さんは言ってたのは9の擁護をして2、3をストレートに釣ろうって言ってたんで、 まあ3番さんも6位いけてるしっていうことで3六ールないと思うんで基本的に9番さんも投票いいんだけどね6位にいってるから9番さんも見たくないんだけどまあ7番さん9番さん8番さんの順で釣れば確実に終わりますねこのゲームは 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはいうーん俺はね悪いけど8番からいこうかなと思ってるよね まあその理由として、8番って今日グッチョブ起きてるよね。ああ、霊能神起きたんよね。ってなんで知ってるんやろうと思ったけど、これまあ普通に考えたら霊能神が起きたらこの構図で分かるけど。で、俺、グレーでやっぱ気になったのは3番と9番やったら9番かな。9番がまあ8番が狂人でグレーを釣ろうとしてる。多分8番が狂人やったら今日は録音で釣れてます。7番を釣りましょうって思考を普通に述べたらいいよね。投票してないから。だから8番の狂人の追い方って。 おかしいなと思ってるが、もし7八が新居をやったときって9番で終わるかなと思ってます。ぐらいしかないですね。<laughs> ただ、強人で角白を作るのかっていうのはあるけど、ただね、6番で押してる構図があったときって、もうそれをせざるを得ないよね。3級から狼要素を拾ってないとき、強靭の7番、8番とってかが。ってなったら、もうこれはね、白打つしかないよね。6番で押してると思ったら。これって100%負けるからご。護衛すらもできるからね。例えば、 あの7番が2ロ打ちました。2番つって終わらないです。なったら8番守られるから。だから普通に強人でも白は打つなと思ってます。で、進行行きたいんですけど、どう思いますか ?4 番さん、まあ。7番の発言はまだしてたっけまだしてないよね。8番が4五ちょぶかって、さらっと最初に出る発言なのと思ったけどね。なんか、ああたかもなんか、 護衛を起きているのを知っているようで知ってないようなふりをしているような違和感を8番に関しては思った。ただ、東洋見たら67狼なんですけどね。どうします ?4 番さん。グレーで 3K だ、やっぱり9番の方が気になりますね。これはもう間違いないですね。8番が強人に見えてグレーをついたい。いや、普通に67のラインが普通にあるんやから、そこを1点で押して、恐れたら飲みますよぐらいに言うと思うけどね、八番強人。その9番か番が強人に見えてグレーをついたいって構図がわからなかったですね。3番。 のプレイヤーは発言してください2番さんの言いたいことはまあ分からんでもないんだけど、9番さんはでも最後7番行くっていうふうに私は聞こえたんで、まあ、7から行くのであれば、まあ、正直私目線7、8、9釣り切ってくれや勝ちなんだけど、うん、まあいいや、6番ってマジさ、昨日触れなかったけどさ、 1周目、役職の指示ないから、2、3、4、5で黒いに、2色いるっつって、言うて6番指示してねえし、2周目、占い師精査つけてねえから、黒だっつって言けど、6番もつけてねえから、もう6番言ってること終始おかしいんだよね。あ昨日は6行って叱るべきだと思うから、あんまね、あの盤面でライン切りって結構厳しいと思うから、私は正直7、8、多分な6、7かなと思ってる、ライン切り難しい盤面だから、 うん、多分終わると思う。9番さんはなんか最後、9番で最後決戦になるんじゃないって言ってたけど、私はあんま思わんかな。9から老要素がそんなに、そんな拾えてねえな。なんか、最初はかなり黒目で見てたけど、6の相方位置かって言われたらちょっと薄くなる。かなり。なんで、普通に7、8釣り切って続いたら9釣れば、まあ、村上100勝ちなんで、ええ。うん、結構、 なんか安心して進められるなって感じ。7番さん、私の黒要素言ってみないでしょう。うん。何言われても答えられる自信しかないもん、本当に。うーん。ぐらいかな。多分勝てますね、村陣営これ。結構村陣営強かったね、今回。いや、よかったよかった。ナイスゲームです。はい。えー、7から釣ります。 4番のプレイヤーは発言してください。うんまあ、7からでいいんじゃないですか。9番さんがやっとね、うん、8番の愛,愛をね、うん、拾って、ちょっとね、バラが咲いたような、うん、発言してくれたんで、うん、私は基本的にあなたにね、うん、愛の無知としてあなたに投票しました。 わかんないよ。9番人狼かもしんないし。6966、ね。7強振、8強振。わかんないですよ、もちろん。蓋を開いてみないとわかんないんだけどもね。78が基本的に黒すらないで、白白を出している状況ですよね。でもね、ただ8番さんって、 5を占わなくてもいいですかって。最終的に5を占ってんですよね。うん。そこを拾ったのかな、リバーさん。8から行きたいっていう発言。大丈夫です。7行って終わんなかったら8行きますんで。あとは終わんなかったら、それでも終わんなかったら、大グレ、大グレですよ。大グレですよ。<laughs> ああ、すいません。お下品なることしちゃいました。 今日は7番から行きましょう。7番さん <laughs> すいません、すいません。本当にそうだ、その、ごめんなさい。7番さんから行ってもいいんじゃないですかっていうことを言いたかっただけです。すいません、炭酸のす、炭酸、炭酸飲みすぎました。5番のプレイヤーは発言してくださいはい。 78で終わんなかったら、2個村確定するから、大グレランっていうか2分1ですね。先ほどの 2>, <laughs> 2分1で大グレランではないですね。はい。まあ、そうだったら2番が決めればいいんじゃないですか。145がいなくなって2番が最後に決める。78、釣り切って。うん。まあ2番さんが強人じゃないことを祈っているんでね。3級にもいないことを祈ってるんで、78を釣り切るというね、明日ね。明日,、ね、明日大事ですよ。 終わらなかったら釣り切りなんですよ。絶対寄らない。その後3級の審その時はまあさすがに7八釣り切って、で4日目はさすがに2番さんの巨人追いませんからね。6番不思議なんだよ。7八を新教って言ってたんだよな。で2三がローだーって言って。不思議なんだよね。7八で終わらなかったら触れますね。ライン切りかそのままのあれなのか。まあ好きなのやったらいいんですか。はい。7番のプレイヤーは発言してください。 3点ぐらい言っていい ?8 つって終わると思ってるから二縄で気持ちよく買って終わらんそもそも1日目の発言から8番っていう人物は5番の白置きの理由が謎いし、なおかつ今日の発言でも黒落ちてるからグレー行こう。で、霊能紙が入ってるから7番つったら終わるだろうっていう、そもそも8番っていう人物が狼像ってある発言が今日でも1日目でも拾えるから、 普通に2縄で終わらないっすかでなんか7番が投票できてないから76だろうとか言ってるけど、発言で8番の狼ってめっちゃ拾えるし、2白持ってる8番っていう受賞者が 2, 2, に2に投票した方が違和感じゃねだから1番がすごい優秀だっよ 2>, た2番6番っていう方が。負けたらんか 投票できてないからっていう論だったら2番6番の欄で俺が3番に入れてる6番7番って見えなくねっていうのを俺は思うしなんか普通に見習でれ終わろうって思うんで8行きましょう。うん。っていうことで、うん、面白そうだから。 逆に八番いきますか。ありえん。これじゃな番に勝て明日行けるでしょ。まさか行かないやつがいるのかな。九人さで。七番のプレイヤーが選ばれました。普通に終わりますこれ。うん。七番のでしょう。ゲーム終了。うん、村人の勝ちです。うん、だから別に必要ないからうん。釣り切りで終わりだからこれ。大丈夫でも正直ミスじゃないです。八番死んだと思ってるけどお遊びです。<laughs>